こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は熟睡者について解説していきます。日本は労働が長いことで有名です。会議、デスクワーク、日々の業務など次から次へと仕事が舞い込んできます。その結果、日本人の睡眠時間が他の先進国に比べて短くなっています。睡眠不足がもたらす影響は個人の問題を超えて社会全体に及びます。慢性的な睡眠不足は様々な病気のリスクを大きくして、一人一人の仕事上のパフォーマンスを低下させるだけでなく、経済全体にも悪影響を与えます。肥満や糖尿病、脳の老化、認知機能の低下などは睡眠不足の悪影響の一部です。たった一晩の寝不足でも人間の脳には大きな負担がかかり、アルツハイマー病など脳の病気の診断で用いられるバイオマーカーの値が上昇することが明らかになっています。さらに睡眠が足りていないと精神的プレッシャーがかかる状況で発揮したい認知能力が低下してしまいます。また睡眠不足の人は知らず知らずのうちに周囲に魅力がない、悲しそう、老けているといった印象を与えてしまいます。睡眠が持つ役割の重要性を考えれば、僕たちは睡眠のことをもっと気にかけて、その改善に真剣に取り組むべきです。今回は睡眠不足を解決するための日々の生活に簡単に取り入れられて実行できるアクションプランを10個紹介します。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、太陽の光を浴びる。心身ともに良い一日のスタートを切るには、他のどの光よりも太陽の光が適しています。それは僕たちが大量の光を必要とするからです。晴れている日なら野外に30分もいれば十分です。曇りの日だと太陽の光が弱いため、約1時間外で過ごす必要があります。終日野外で過ごした後に心地よい疲労感を覚えることがありますが、それは身体活動のみならず、たっぷりと浴びた太陽の光の効果です。日中外に出る機会のない人は窓のそばに座るようにした方がいいです。窓から1メートル以内にベッドがある人は、1メートルより離れた位置にベッドが置かれた人よりもよく眠れるという研究結果もあります。窓から1メートル以内にベッドがある人は夜の睡眠時間が1時間長く、回復も早いです。もし太陽の光を浴びることが難しいなら、中光色照明を設置することをお勧めします。学校の教室にもより適切な照明環境を取り入れるべきです。すべての生徒が窓のそばに座れるように座席を配置するのは難しいかもしれませんが、席の順番にローテーションを取り入れる、1時間目の授業は野外の活動で始めるといった対策を講じることは可能です。また生徒たちの安心した睡眠や覚醒リズムを育み、それにより早起きを促し、ひいては成績向上につなげていけるよう、教育施設への中光色照明の導入を検討すべきです。2個目、食事は7時から19時の間に済ませる。加工食品や外食よりも自分で調理した食事の方が健康的であること、野菜を多めに摂ることが体にいいことはほとんどの人が理解しています。しかし食事のタイミングも僕たちの体に大きな影響を持つことを認識している人は少ないです。規則正しい時間に食事を摂ることが体内時計のリズムを整えて、いつ眠り、いつ覚醒すべきかを体に知らせる上で役立っていることが研究で証明されています。食事の時間を体内の腹時計に合わせることで、睡眠や覚醒リズムに良い影響を与えることができます。朝目を覚ますと、まず体内の腹時計が鳴ります。体が完全に目を覚まして活動するためにはエネルギーが満たされなくてはいけないからです。遅い時間に重めの食事をたくさんとると、翌日に備えて休息を取ろうとした腸は夜遅い時間に活動することを余儀なくされます。
腹時計が空腹の信号を出していないにもかかわらず、食事をとると体内時計に混乱をもたらします。この状態で横になると胸焼けを起こして質の悪い睡眠につながります。7時から19時の間に規則正しく食事をとる人は、気が向いた時に食べる人よりもよく眠れることが立証されています。僕たちの食生活は過去の食習慣とは大きく違ったものになっています。前の世代は昼にボリュームのある食事をとって夜は早い時間にベッドに入っていましたが、今では夕食がメインとなって、多くの人が19時を過ぎてようやくテーブルに着きます。おまけに夜遅くまでテレビやパソコンやスマホの前でポテトチップスをつまんだりしています。自然の生活リズムに戻って、高カロリーの食べ物は1日の早い時間帯に楽しむ方が僕たちの体にはずっと良いはずです。3個目、寝室の温度を下げる。夜いつもの就寝時刻が近くなると、体内時計は体温を下げる時間が来たと指令を出します。体温の低下は体のすべての細胞にある体内時計に、夜が始まって眠りの準備を開始する時間が来たことを知らせる合図となります。体温が最も下がるのは明け方の3時から5時頃で、起床前には体温が再び約37度まで上昇します。つまり体は睡眠中にエネルギーを節約して、すべての器官に休息と回復の機会を与えるため、短時間ある種の冬眠状態に入ります。胃腸は日中ほど多くの食べ物を消化する必要がないため、休憩を取ることができます。心臓は負荷がかかることもなければ、大量の酸素を送り出す必要もないため、淡々と仕事がこなせます。しかし脳内はかなり状況が異なります。脳は夜の間も日中とほとんど変わらない量のエネルギーを必要とします。睡眠中は食事をとることができない、つまりエネルギーを蓄えることができないため、体の他の部分はエネルギーを節約しなければいけないです。それは体温を下げることで可能になります。したがって自然な睡眠や覚醒リズムを正しく保つためには、就寝前の室内温度を上げすぎないように注意することです。寝室の温度は涼しめに保って、夏はクーラーをつけて、冬は暖房をきつくしすぎないようにすることが大切です。室温と質の良い睡眠の間には関連があることが研究でも確認されています。4個目、部屋の窓を開けておく。シフト勤務者の中には、夜の間の睡眠不足を日中に補って睡眠を継続することに困難を覚える人も多いですが、これは自然なことです。特に眠る前に太陽光を浴びた場合、体内時計は覚醒状態をプログラミングしてしまいます。朝は体温も上昇するため、すべての体内時計に夜が明けたから活動開始というシグナルが送られてしまいます。夜勤シフトで仕事をしている人の睡眠を検証した研究では、レム睡眠の割合が少なく、睡眠がより細分化される傾向が認められています。質の良い睡眠をとるためには、夜の間十分な酸素量を確保することが大事です。複数の研究では、人は窓を開けたままの方がよく眠れるという結果が出ています。寝室のドアを閉じずに置くだけでも、空気の循環が著しく改善されることが分かっています。5個目、手足を温める。就寝前に熱いシャワーを浴びたり、バスタブに浸かったりして体温を上昇させることはいいアイデアです。お湯で手足を5分間温めるだけでも効果があります。睡眠を促す効果があり、早く眠りにつくための自然な方法です。シャワーや湯船で皮膚が温められることで血管が広がり、それにより熱の放射と体の冷却が促進されます。加えて寝る直前の手足の皮膚温度の上昇は、脳にとって眠りの準備を始める時間が来たという合図になることも明らかになっています。6個目、牛乳を摂る。入眠に役立つ食べ物も存在します。
子供の頃寝る前にもしくはなかなか寝つけない時、親からホットミルクを飲むように言われた経験がある人もいるかと思います。これは決して根拠がないわけではないです。牛乳に含まれるトリプトファンというアミノ酸が睡眠ホルモンであるメラトニンの生成を促すため入眠しやすくなります。もし当日の夕方に絞られた牛乳を飲めば、牛乳そのものにメラトニンが含まれている可能性もあります。牛も夕方にメラトニンを分泌してミルクを介して子牛に与えるためです。同じことは人の母乳にも言えます。夕方の母乳にはより多くのメラトニンが含まれていて、乳児がよく眠れるように作用すると考えられます。以上の理由からコップ一杯の牛乳は実際に睡眠に役立ちます。ただし牛乳に含まれる特定のタンパク質にアレルギーを持つ人も多いです。その場合牛乳は下痢などを引き起こして睡眠にも悪影響を及ぼします。そういう人にはサワーチェリーをおすすめします。サワーチェリーは酸味の強いさくらんぼでメラトニンを多く含み睡眠導入効果を持つ果物です。研究によれば果汁の方が新鮮なサワーチェリーよりもメラトニンの濃度が高いことが分かっています。牛乳が好きではないもしくはアレルギーがある人は就寝前にサワーチェリーのジュースを試してみるといいです。7個目、朝にコーヒーを飲む。睡眠と覚醒のリズムは夕方に強い光を浴びることで遅れ、朝に強い光を受けることで安定するだけでなく、お茶やコーヒーによっても影響を受けます。朝カフェイン入りの飲み物を摂ると目が覚めて元気になるだけでなく、体内時計のスイッチが入る効果があると考えられています。例えば朝のコーヒー一杯に含まれるカフェインは全身の代謝に非常に重要な役割を果たす、肝臓の一日のリズムを整えるのに役立ちます。朝一番に1杯ないし2杯のコーヒーを飲むことは体に良いと言えます。しかし午後の遅い時間にコーヒーを取ると間もなく日が暮れ、夜が近いことを体が理解できず心身ともに長く冴えた状態になってしまいます。つまりコーヒーは敵にも味方にもなります。朝は最高の相棒となりますが、夜は睡眠泥棒として体内時計を狂わせる悪役になります。8個目、午前中に運動する。運動は心臓と筋肉を鍛えるだけでなく、さまざまな病気を予防し、睡眠や覚醒リズムを安定させて質のいい睡眠をもたらします。しかし僕たちの体のリズムに適したタイミングで運動を行うのがポイントです。外が明るいと脳は体内時計に体をフル稼働して栄養を調達するよう指令を出します。周りが暗くなって就寝時間が近づくと体は徐々に省エネモードに入り、体温を下げて眠気を促すようになります。以上を踏まえると、睡眠や覚醒リズムの最適化を図るには午前中に運動するといいです。光をたっぷりと浴びることができて、それによって夜適切な時間に眠気を高めることができます。また7時から8時の間、もしくは15時から17時の間に持久系のスポーツをすると、光の有無に関係なく体内時計が朝方に調整されることを示す研究もあります。逆に19時から22時の間にランニングをすると体内時計が後ろにずれてしまいます。運動中体内ではストレスホルモンであるアドレナリンやコルチゾール、さらにドーパミンが分泌されます。これらのホルモンは僕たちを覚醒させて集中力を高める一方で入眠を妨げます。さらに運動をすると体温が上がります。体温が上がると眠りにつきにくくなります。そのため発汗が促されるような運動は遅くても就寝3時間から4時間前には終わらせることをお勧めします。9個目、寝る2時間前にスクリーンから離れる。特に10代はデジタル革命の影響に敏感です。彼らの睡眠や覚醒リズムはもともと後ろにずれていて、平均よりも遅い時間に眠気を感じます。
日中に外で光を浴びないと体は夜間にブルーライトを吸収して睡眠や覚醒リズムがさらに乱れて眠りにつく時間もますます遅くなります。明け方まで起きていることも彼らの間では珍しいことではないです。そのため午前中に外へ出て朝日を浴びて体内時計を調整することが10代の若者にとっては非常に重要です。もちろんスマホは就寝時間のずっと前に電源を切っておくべきです。睡眠研究者の多くが少なくてもベッドに入る2時間前には画面のある機器のスイッチを切ることを推奨しています。とはいえ思春期の子どもたちがそのような意見にめったに耳を貸さないことは明らかです。しかしブルーライトをカットしてくれる特別なメガネもあります。睡眠に問題が生じている10代の若者には夜の間だけでもそのようなメガネをかけることをお勧めします。朝どうしても太陽の光を浴びられない人は午前中に中光色ランプを使う手もあります。またブルーライトの影響を最小化するために iPhone のナイトシフト、Android 端末のナイトモードなど画面の色を時間に合わせて自動的に調整してくれるアプリやソフトウェアの利用もおすすめです。10個目、 SNS と距離を置く。デジタル世界に伴って出現した睡眠に影響を与える要因がブルーライトの他にもう一つあります。それは特に若者たちが熱心に利用するインスタグラム、YouTube、TikTok といった絶えず若者の注意を奪うソーシャルメディアです。人はソーシャルメディアにおいて投稿したテキスト、ビデオ、画像にできる限り多くのいいねを獲得して承認欲求を満たそうとします。おしゃれなパーティーに参加していることをアピールして流行りの服に身を包んだ姿をアップし、クレイジーな振る舞いをして注目を集めようとします。いいねをもらえないと自分には価値がないと感じます。ソーシャルネットワーク上で何か重要なもしくは最新の出来事を見逃してしまうのではないかという不安から常にスマホをチェックしていないと落ち着かないです。取り残されることへの恐怖に怯えています。このような心理状態ではストレスを強く感じて、それに伴ってストレスホルモンの量も増えます。当然睡眠にもマイナスの影響を及ぼします。ストレスによって寝つきが悪くなって夜中に頻繁に目を覚まして、体の再生に必要な深い眠りが不足する問題を抱えることになります。休みなく SNS にアクセスをして投稿し、他人の通知をチェックする子どもや若者の行為は睡眠問題につながりかねないです。僕たちは今では手の中のスマホから全世界につながり、脳が処理できる範囲をはるかに超える量の情報に直面しています。まだ完全には発達していない子どもや10代の脳については言わずもがなです。行き着く先はストレス、不安、そして睡眠の問題です。青少年の睡眠障害とデジタルとの間に直接的な関連性があると示す研究は数多く存在します。デジタル革命に起因するプレッシャーは僕たち大人に爪痕を残します。成人の睡眠にもすでにその影響が見られます。デジタル化のおかげで僕たちは24時間いつでも連絡を取り合い、どこでも仕事ができるようになりました。そのおかげで仕事から距離を保つことが難しくなっています。しかし例えば勤務時間外は仕事関連のメールをチェックしない、仕事用に2台目のスマホを購入して夜は電源を切るなど、ストレスを阻止する方法はいろいろとあるはずです。もちろん休日や休暇中に仕事のメールは一切読んではいけないです。解説は以上です。質のいい睡眠を確保することは少なくても運動や健康的な食事と同じくらい大切です。感情面から循環器系に至るまで睡眠が僕たちの生活、ひいては人生全体に及ぼす肯定的な効果は計り知れないです。もしあなたが睡眠障害に悩んでいるなら、決して自分にプレッシャーをかけたり、自分を追い込んだり、置かれた状況を恨めしく思ったりしないでください。
人生の中でよく眠れない時期があることは誰もが知ってるし経験しています。冷静に受け止めてありのままを受け入れるのが一番です。睡眠が足りないと心配するほど体はコルチゾールを多く分泌して眠りにつくのがますます難しくなります。そして何より休息につながる深い睡眠に入るのが困難になります。今回紹介した10個のアクションプランを実践して睡眠の効果を最大限に受け取ってください。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。